10位はやんちゃな顔立ちで鼻の傷が印象的な細川忠興がランクイン。9位は西国無双の侍大将末春方。何ですかこの人を見下したような表情は。8位は森蘭丸、魔王メロメロにしただけあってかなりの美少年に仕上がっています。7位にはまたしても優勝候補真田幸村です。期待を裏切らないイケメン声ですが7位にさせてください。もう10位以内は大混戦。6位には大阪の陣に登場する木村重成です。綺麗な顔してるんですわ。5位にはお市様の旦那様浅井長政です。これぞ正統派凛々しいものの符です。4位にはイケメン集団北条家最高の美形北条じてる。さっきまで横笛吹いてたん趣味までイケメン。さあ次にトップ3。3位には最強の軍師竹中半兵衛、落ち着いた表情と未来を見据えたかのような眼光のインテリイケメン。2位は織田家の名将堀秀政、もう顔ぶらがキラキラしてます。どんだけイケメンやねん。そんな堀秀政を抑えて見事優勝したのは堂々の第1位志賀千嗣です。これもはや戦国武将なんですか。個人的に圧倒的なイケメン度やなと思いました。